ゴーカーチャンネル。はい、ではフィットのクロスターの計測をしてまいりたいと思います。まあ、ドアを目いっぱい開けてとかやるのはその前回のホームと同じなんでしょうけど、まあ、もう一回復習がてらやっておきましょう。ストッパー箇所はここが1箇所目、2箇所目がここで閉まります。閉まりますね。で、シートの高さを、見ていきたいと思うんですが、今これ実を言うと一番高い状態になっています。地面からだいたい、あ、いい高さですね。やっぱり60センチぐらいというふうに思ってください。で、これ実は前回測ったものがありまして、ベーシックなモデルは地面から55センチから56センチということでしたので、4、5センチは高くなっているというふうに思っていただいていいと思います。60センチって非常に乗り降りしやすい高さですよね。一回乗り降りしてみましょう。まあ、前回もそうでしたが、まあ、今一番高いもんですから若干私首気になるところはありますけど、そんなまあ大きな問題にはならないですけどね。まあ、もうちょっと私でしたら下げて、ここら辺でしょうか。こう極めて乗りやすい、乗り降りしやすいですね。この SUV ルックなデザインっていうのは、その見た目だけではなくてですね、乗り降りのしやすさにも、貢献するよという、メリットがあると思っていただいていいと思います。一番下げてみました。一番下げた状態ですと52センチですね。で、あ、やっぱり5センチぐらい高いようですね。これもあの前回、ホームの方は一番低い位置で47センチでしたから、今52センチでしたので、やっぱり一番下げた状態でも5センチぐらいはノーマルのものに比べると高いようです。いや、乗り降りしています。そうですね。まあでも、今私の場合はこれで頭上が随分空いてるもんですから、やっぱりもう少し上げてアップライトに座りたいなというふうに思いまして、まあこれぐらいでしょうか。で、チルト&テレスコピックですね。これがしっかりついてるので、やっぱりこのあたりの、こまめな調整のしやすさっていうのは、とってもいいかなというふうに思います。もう一回乗り降りしてみましょうね。こんな感じ。あ、いいですね。まあ、前回も申し上げた通り、その A ピラーは結構寝てるような感じがするんですが、これがこう前へ出てますので、そのフロントの部分がこう下がってきてないので、頭が引っかかるというようなことがあまりないのが、いいところかなというふうに思います。では鉱石を見ていきましょう。はい、ではフィットクロスター鉱石を見ていきましょう。まあ、ドアを目いっぱい開けるとここです。結構この角度が大きいのがフィットはいいですよね。90度とまではいきませんが、でも90度近く開けられるのはとてもいいところだと思います。ストッパー箇所としては1箇所目がここ、2箇所目がここで閉まりますね。では、同じように鉱石の高さを見ましょう。ちょっと測りにくいですが、地面から64センチぐらいですね。で、これも前回60センチでしたから、まあ、64、5センチなのかもしれませんが、やっぱノーマルのものよりも 4,5 センチは座る位置が高いというふうに思ってください。乗り降りしています。あ、いいですね。本当に乗り降りがしやすい。ここの広さもそんなに 狭いもんじゃないもんですから、この乗り降りがしやすくていいなというふうに思います。まあ、広さは同じなんですけど、まあ、ここまでやりましたからやりましょう。前席は私のポジションに大体合わせてやります。膝回り空間は、16センチぐらい空いていますね。さらにここが、まあ、気持ちちょっとした段差はあるんですけれども、まあでもほぼフラットなので、このあたりはとってもいいなというふうに思います。アームレストはこれにはついてないですね。アームレストはないので、まあ、こっちだけ閉めてみましょうか。うん、まあ、まあこんなもんでしょう。センターにアームレストがあるともっといいなとは思うんですが、まあそんなに大きな不満にはならないですね。
で、これもまあ前回ちらっとご説明はしましたけれども、センタータンクレイアウトというので、前席の下に燃料タンクがありますから、後席の下は空いています。ですからこれをこう上げて、これはもう初代のフィットからやっていることですが、高さのあるものを詰めるというわけであります。もう一回ここも測っておきましょうね。地面からちょっと測りにくいですが、だいたい120センチを超えますね。120センチ強、空間が空きますから、このあたりの利便性もとってもいいなというふうに思います。でもちろんあの向こう側も上げることができますからね、非常に万能な車ですね。はい、ではフィットのクロスターですね、トランクルームを見ていきましょう。まあ、広さはね、フィットと同じなんですけれどもね、まあ、一応見ていきたいと思います。でもやっぱり地上高が上がってる分、荷物を持ち上げる高さなども変わってくるんだろうと思います。ちなみにベーシックな方は地面から60センチだったんですが、やっぱり 4,5 センチ高いですね。地面から65センチぐらいの高さになっています。で、まあ、それ以外のサイズは同じなんですが、まあ、一応やりましょうね。狭いところで70センチ強ぐらいですね。広いところで1メーター10センチぐらいあります。このハッチゲートの高さですけれども、地面からだいたい186センチぐらいあります。奥行きですけれども、奥行きは66センチありますね。で、中の幅ですが、狭いところで約1メーターです。狭いところっていうのはこのホイールハウスの出っ張りですね。ここで約1メーター。その手前が広いんですが、まあでもそんなスペースはないですけれども、1メーター23センチぐらいありますね。で、シートを倒したいなという場合には、これはもう本当ずっと簡単でよくて、ここからこう、倒せばもうフラットになるというのが非常にいいところです。前席右側が私のポジションですから、これで測りましょうか。前席は私のポジションでだいたい1メーター50センチぐらいの奥行きがございます。中の高さですけれども、ちょっと測りにくいですね。95センチぐらいは広い部分であります。この手前のあたりはちょっと、へっこんでるからもっと狭いですけれどもね、まあ、ここの高さ見ときましょうか。86、7センチかなというふうに思います。で、買い物カゴですが、一回戻しましょうね。買い物カゴはまあ2個ですね。2個乗れるかなというふうなところです。まあ、フィット散々あのいいなって言ってて、いいと思うんですけれども、これ前回あんま気づかなかったんですが、ここの、あの目隠しがないんですよね、この車で。まあ、プライバシーガラスだから見にくいといえば見にくいんですが、でも見えちゃうといえば見えちゃうんですね。ですから、なんか、ちょっとした、ちょっとあのシャトルの時みたいなのはあまりいいとは思わないんですけれども、よくあるここにボードがあってですね、目隠しになるようなものが、なんでこの車、ひょっとしたらオプションであるのかもしれませんけど、ちょっとごめんなさい、今調べてない状態なので分かりませんが、ここでもこれぐらいはちょっと標準でつけといてほしいなというような気はしますので、ちょっとその目隠しのトノーカバーみたいなものはないのがちょっと残念かなという気はいたします。ちなみにこの下は物入れがありますね。物が入れられるところがありますね。で、ハッチを閉めるのは、これはまあもちろん前回やったのと同じなんですけれども、こっち側には取っ手がないので、こっち側からやろうと思うと、ちょっと手を汚さなきゃいけないっていうのがちょっと残念ですね。それは、まあまあ、前回のフィットからも同じところですけれども、まあ、気になるところではあります。そうですね。これはまたバンパーが、素材なので、補修費は安いかもしれません。このよく当たるところは、そういったところはこのクロスターひょっとしたらメリットになるところかもしれませんね。ちょっと前回あの視聴者の方が書き込みがあったんですが、ちょっと冒頭にしようと思って忘れてましたけれども、ホンダセンシングは、今回のフィットからカメラだけではなくて、フロントのソーナーセンサーとリアのソーナーセンサー、これを合わせてホンダセンシングと今回のフィットでは言っています。その3つを使ってですね、運転支援をやっているというのが今回のフィットのホンダセンシングでございます。
で、いつもはこの時操作編をやるんですが、もう操作編に関してはもう完全に前回と同じなもんですから、もう今回は操作編をいたしませんので、この後試乗に行きたいと思います。